YouTube の皆さん、岡田博です。 JR 篠ノ井線篠ノ井駅にたどり着きました。ここはですね、ちょうどですね、ここはですね、ちょうど篠ノ井線が分岐する鉄道交通の要衝となる駅なんですね。で、こっから先、信濃鉄道は信越本線になるんですけど、長野県の信越本線にとっては唯一生き残ったのはここ信濃井と長野間ですね。こっから先、信濃鉄道と信濃井線は、こっから先長野方面はもう信越本線に合流、信越本線となって合流して長野に行くんですね。まさに信濃の国の交通の要所なんですけど、駅前にはベンチがあってあるんですけど、こちら橋上の駅舎になってて、眺めがいいですね。いやー、ここから街の絶景が見られるってすごいですね。いや、さすが大都会篠ノ井ですね。そうですよね、実は篠ノ井ってここもともとは篠ノ井町だったんですよね。なんか合併して今長野市篠ノ井になったんですね。この篠ノ井の町なんですけど、さすが元篠ノ井町ってことを物語ってますね。いやー、眺めがいいですね。いや、本当にすげえや。あー、これ長野オリンピックの聖火、長野オリンピックの聖火の図像もあるんだ。すげえ。こんなのあるんだ。すごいな、これ。いや、これは新たな発見ですね。さすが長野オリンピックですかね。ああ、未来に向けてか。いや、これは期待できそう。いや、期待したい。おお、鳩がすげえいる。はあ、これ自由通路的な駅舎なんですね。なるほど。あ、鳩がなんとですね、二人が、お、鳩が、あ、なんか付き合ってる鳩がかわいい。あ、面白い。面白い。これは鳩が好きな人におすすめしたいな。で、ちょうどこの篠ノ井駅はですね、ちょうどこの真下を新幹線が通ってるんですね。北陸新幹線なんですけど、並走してるんですね。あー、いいな、新幹線来たら撮りたいですね、これ。運が良ければ撮りたいな。いやー、眺めいいな、ここ。これサブ、いやー、本当にここ眺めもいいし、すごいな。さすが篠ノ井駅ですね。よいしょと、すごいね、ここ。あー、さっきのあのサッカーパルセイロっていうんだ。さっきのあのサッカーチームはパルセイロっていうんだ。パルセイロっていうんだ。あ、だからさっきのサッカー、そうか、長野ってここパルセイロの聖地でもあるんだ。なるほど。それじゃあ駅舎の中ちょっと見ていきますか。あ、ニューデイズがあるんですね。これが篠ノ井駅なんだ。なるほど。そうですよね、信濃鉄道はこちらになりますね。一応信濃鉄道線は上田ですね。ここから乗って、こう駅巡って篠ノ井に来たんですよね。あとはこの区間の駅も行っておきたいですよ。そうですよね。
ちょうどこの長野と篠ノ井、この区間が JR 信越線になるんですね。唯一生き残った長野県内の信越線ではないですかね。で、篠ノ井ですから俺今ここにいるんですね。地上駅こんなにこんなに出るのか。あー、電光掲示板すごいあって都会感あるな。すごいなこれ。いやー、さすが。いや、さすが大都会篠ノ井だ。これ来たかいあったな、さすがにね。あー、すごい。これ年賀状で絵はがきですかね。うわ、絵はがきがこんなにある。すげえ。いやーなんかすごい絵はがきがこんなにあって、いやー、なんか地域住民の愛情感ありますね。すごいな。わあ、こちらもなんかすごいな、文字がこんなに。あ、書道か。うわ、すごいな。いや、この駅地域住民の愛情感があって、あ、物産品コーナーもあるんだ。すごいな、これぞ大都会篠ノ井だよ。いや、地域住民の愛情があるっていいですね。あ、ここにも。あー、これまたすげえや。すごいな、これ。あー、これ標語とか。すごいな、これ。すげえな、標語もあって。いや、さすが大都会だ。で、自由通路結構広々としてますね。すごいね、ここ。そして駅構内広々としてるな。さすが、これなんか庭坂駅思い出すな。いや、庭坂の倍以上あるか、これ。宮坂の倍以上あるよね、これ、敷地。すごいよね。いやー、本当にここ絶景ですげえや。あ、ここにかつて貨物列車がここ留置されてたんですかね。いや、すごいな、これ。そしたら裏口も行ってみますか。いやいやいや、これは大都会だよ。すげえな。あ、ここ降りると裏口になるんだ。あ、裏口はこんな風になってんだ。あ、裏口も結構眺めいいね。すごいや。いやいやいや、これも来た甲斐があったな。すごいね、篠ノ井駅。ここも JR 線時代の頃相当栄えていたんでしょうかね。今もなんか栄えてるような。はい、篠ノ井駅、篠ノ井駅の反対側の出入り口にやってきたんですけど、あー、なんかすごい、なんだろう、これ何のオブジェだ。
ああ、これか。上杉謙信と武田信玄の対決したこの石碑ってこれか。あ、すげえ、これ新たな発見。これか、上杉謙信と武田信玄の決戦。ああ、川中島合戦、伏せの戦地。ああ、すげえ。ああ、これまたじっくり写しとこう。これ来たかいあったな。あ、すごいな。あ、これが碑文か。これはちょっと省略しますので、見たい人は一時停止してじっくり見ていただければと思います。あー、川中島古戦橋か。あ、裏反対側の駅前はこんな風になってんだ。住宅地になってるんですね。あー、こういうサムネイルもいいね。あー、こういうサムネイルにするか。なんかこれいいかもしんない。あー、この川中島古戦場、伏せの戦地、こうせきれるといいですね。これ信濃鉄とか満喫するんだったらこれ見に来るべきで、これも見ておくべきだなと思いますね。いや、来てよかった。はい、それではですね、篠ノ井駅の現地レポーターは、それでは篠ノ井駅の駅舎の現地レポーターしたので、次はホームの現地レポートに行ってみたいと思います。ちょっと一旦カットします。それでは。